ラリン、そして川畑莉子の対決であります。まあ、意外にもこの2人、実はシングルマッチは初ということでありますけども、ドラさん。門倉選手がね、ちょっと試合前に私たち、ちょっと取材しましたけど、はい、かなりこのトーナメントには、かけてますよね。そうですね、まあ、タッグ、シングル、もうこれが最初で最後の挑戦だと。シングルに関しては、その挑戦とか、トーナメントとかリーグ戦とか出たことがないんだと。ないと言ってましたね。はい。なので縁がないと思っていたところこれが出てきたので、はい、これ今回取れなかったらもうないんじゃないかっていうような覚悟で臨むと。そうですね。まあそういった意味ではその門倉選手ある意味その結婚前結婚後本当に。まあ知名度だけではなくみなぎりという部分でももともとね力のある選手ですからね。そうですね。さあもうの見ようと同じくそのマーベラスの屋台骨でありますこの門倉凛さあビンタ一発川畑莉子であります。まあ川畑選手も本当に先ほどの試合そうですよ、敗者だったのに勝者のようないでたちでしたね。いやでもやっぱりね名古屋選手と聖剣好き決めたりね、はい、やっぱり隣で感じるものは結構あったと思いますよ。本人曰くこの試合が私のこの先の10年、そしてプロレスラー人生を左右するそんな試合となると言っていましたこの川畑莉子。まあ、勝利はしてなくとも勝利のような気分になった、そういったことでありましょうか。さあそしてその川畑莉子の門倉評としましてはさあ最近の凛ちゃん大丈夫とちょっと元気がないんじゃないというような評価でありました。さあ綺麗な二段蹴り。門倉選手もねやっぱり今テレビなんかに結構出てるでしょ。はい、だからやっぱり負けられないっていうのはありますよね。さあしかしながらその練習だけは欠かさないそれがこの門倉であります。さあそしてカードキックノーガードノーガードですね。まさにその顔面蹴りさあその意識もフラフラ門倉凛であります。ドラさん、はい、本当にそういった意味ではこの門倉凛選手そのシングルの体感がないということですよね。そうですね。意外でしたよね。さあバックを取っていくのは川畑莉子であります。さあ体が温まっている分そういった部分では有利なのは川畑でありましょうか。しかしこの今の600秒、さあスピードで今この門倉凛もしっかりとさあ早くも出た坂内。さあしかし坂内よさあうまくガードをしたのでありましょうか。川畑莉子先に立つそしてバックを取ってのジャーマンさあ綺麗なジャーマンスープレスカウント 2.5。 いや中山さんはい川畑莉子も自信に満ちてますね。本当にやっぱり彼女がやっぱ堀田恵美子に鍛えられてるのでそしてうちに本当にレギュラー参戦してくれてるので、はいはい、選手の特徴とか癖をやっぱ研究してますよね。そうですね。さあある意味の叱咤激励もあるのでしょう。凛ちゃん元気とドラゴンスープレックス綺麗なブリッジドラゴンスープレックスウィナーリー・門倉50周年藤波辰巳を遠くからお祝いするかのような綺麗なドラゴンスープレックス。はい、いや中野さん綺麗なブリッジでした。綺麗なブリッジでしたね。悔しがる川畑莉子なかなかあそこまで綺麗なドラゴン決まらないですけどね。そういった意味ではその奥の手と言いましょうか隠し扉をいくつも持っております門倉凛。岩谷真由から、はい、直前でいただいたドラゴンスープレックスなんですけども、はい、その岩谷真由選手は今ランニングスリー使ってますからね。そうですねちょっと技のトレードがね心の通いがやはりそういった意味では女子